よし来た来たよ、なんか来たよ。そういうのも目印にしてサーフを歩いてみると、でもこういうところ結構ヒラメがいるんで、引っかかんないように攻めてみようと思います。皆さんこんばんは。車上生活で旅を続けております、漬物でございます。前回山口県で釣りをして、今日はね、福岡までやってきました。で、今時間がですね、深夜の1時前なんですけれども、あの年内の釣りね、山口県で最後にしようと思ったんですが、あの漬物はね、頭が悪いんで、やっぱりね釣りをすることにしました。あのということで、福岡県のねサーフに向かっています。まあ明日の朝ぐらいしか多分釣りができないんで、そんなに長い時間ねできるわけじゃないんですけれども、少しでもね時間があるなら釣りをするのが変態釣り師というものでしょう。ということで行ってまいります。おはようございます。なんだかんだ言ってサーフにやってきてしまいました。いや、つくづく自分のことをバカだなって思います。まあでも釣りがしたくなっちゃったんでしょうがないですよね。じゃあ早速今日はオープニングも適当に撮りつつやっていこうと思います。サーフの感じは結構手前の方が浅くて、そうだな、波打ち際から3、40メーターぐらいかなのところまでは、多分水深が腰までもないんじゃないかな、1メーターもないぐらいの浅いところが続いているような感じですね。水の色はね、透明度が高くてめちゃくちゃ綺麗な感じです。で、水温はね結構あったかいです。今日ね、さっき車の中で温度計見たら気温3度だったんですけど、あのその状態でこう手を海の中に入れるとすっごいあったかく感じるんで、水温はそこそこ高いんだろうなっていう感じです。朝一はミノでやってみます。漬物といえばサーフの釣りなんで、やっぱり年内最後はサーフの釣りをお見せしたいなと思ってサーフにやってきました。まあそう言いながらサーフで釣りがしたかっただけなんですけどね。今もここ朝市入ってるところは離岸流がこう出てるところなんですけど、基本的にはそういう離岸流とか地形変化を点々と打っていくっていうスタイルはいつもと同じです。今のところ目に見えて小魚の気配とか魚の気配はない感じです。鳥も飛んでないですね。よし、ワームとかミノーとか投げて手前の方は探ったんで、メタルジグに変えて沖の方を狙ってみます。よし、いろいろやってみましたけれど反応がないんで移動します。よし、手前の地形がちょっとこう張り出してて岬状になってるところを見つけたんで、ここを狙ってみようと思います。ミノでまずはやってみます。まずは手前から攻めていきます。いい流れも出ていてすごいいい雰囲気なんですけどね。ただ小魚の気配がないんで、そこが気になるところです。ほら、あそこ砂浜の波打ち際にたくさんカラスがいるのが分かりますか。ああいうところって、まあ、あの絶対じゃないんですけど、時々こう小魚が打ち上げられていて、こうそれをね食べてるっていうことがあるんで、そういうのも目印にしてサーフを歩いてみるといいのかなというふうに思います。ということでやってきたわけなんですけど、魚が打ち上げられてる感じはないですね。なんか虫かなんか食べてるみたいです。
結構地面をツンツンついてちっちゃいものを食べてるっていう感じがします。小さい流れ込みを見つけたんでここでやってみようと思います。本当に小さい流れ込みなんですけど、こういうところにも意外といたりするんで試してみます。お、パイナップル落ちてる。パイナップルじゃねえよパイナップルかと思ったわこれなんでパイナップル切ったやつ落ちてんのかなと思った。ほらどう見てもパイナップルをスパッと切ったやつにしか見えなかったよし、この辺もいい流れが出てるんでここも打ってみようかな。うわ、ここすごいな、川みたいだ。流れが強い。本当は朝一だけやろうと思ったんですけど、結局サーフの端から端まで随分な距離を歩いてしまいました。これだから変態は。この辺は岩場があるからちょっと気をつけてやらないといけないな。でもこういうところ結構ヒラメがいるんで引っかかんないように攻めてみようと思います。よし、来た来たよ、なんか来たよ。よしよしよし、お、ヒラメだヒラメだヒラメだ。小さいけどヒラメだ。やっぱこういうところにはいるんですね。よしよしよし、ランニング。はい、やりました、ヒラメちゃんです。まあヒラメって言ってもサイズは30センチあるかないかぐらいだから可愛いソゲちゃんですけどね。いや、とりあえず年内最後ヒラメを釣ることができてよかったです。やりました。はい、かわいいヒラメちゃんありがとうね、バイバイ。やっぱりこう岩が点在するようなこんなポイントにはヒラメがいましたね。でちょっと分かりにくいかなって思うんですけど、ここ結構水深が浅いです。多分ヒラメがヒットしたあたりも水深ね1メーターぐらいだったと思います。そんなにこういい流れが出てるとかそういうわけでもなかったんですけど、やっぱりこうとりあえずやってみるもんですね。いやー、釣れてくれてよかった。やっぱりたくあんのフィッシングライフらしく年末最後はサーフでヒラメで締めくくりたかったんです。まあ小さいヒラメでしたけどなんとか形にはなりました。はい、というわけでね、本日の釣行終了です。なんとか1匹だけですけど、しかもねサイズもちょっとちっちゃかったですけどヒラメを釣ることができてよかったです。本当は年内最後の釣りなんでドーンとでっかい魚釣ってでドーンと盛大な飯テロで終わりたかったんですけど、今日はねすいません飯テロはなしです。釣果的にはあんまりいい結果を出せなかったんで残念なんですけど、久しぶりのサーフの釣りでとってもね楽しかったです。じゃあね、本当に今度こそ年始の大仁部釣行の準備に入りたいと思います。では今日はこの辺で失礼します。今年は1年間本当にありがとうございました。皆さん良いお年を。おー目の前で、はい、2本目のシーバス釣れました。よし、食った。よし、食ったよ。年なしにはね少し足りませんでしたね。よし、食った。よし、食ったよ。頑張っていきたいと思います。今回はですねとうとう家までなくなってしまいました。あと鉛に蛇の皮巻いです。No!